前授業で中国の生活事情や文化を学んで中国での生活のイメージができました。出発前に参加した危機管理オリエンテーションでは留学中のさまざまな注意があって大変参考になりました。また大学から紹介してもらった旅行会社の方が学生と留学先大学をうまくつないでくださったので安心して留学をスタートすることができました。留学先での授業はテキストを読んで先生からの問いに答えるものが中心でした。たまに好きな映画を中国語でスピーチするなどという活動もありました。当時の自分のレベルよりも少しレベルが高くて大変刺激になりました。普段の生活や授業で生の中国語に触れてリスニング力が向上しました。学生同士でも仲良くなり新たな友人もできました。中国への関心がより高くなったので今後も中国語の学習を継続していきたいと思います。自分に合った留学先を探すときに大学の留学コーディネーターの方から留学中の生活について教えていただきました。また志望理由書の書き方などについても様々なアドバイスをいただき留学に対する不安を解消できました。留学が決定してからは英語で行われる授業やオンライン英会話を受講しながら準備を進めました。第一に留学先で専攻していたビジネス、特にマーケティングについての知識が身につきました。またディスカッションやグループプロジェクトを通じて学習を進めたことで自分の強みを生かしながら多様な人たちと協力して結果につなげる力が身につきました。勉強の他にもクラブ活動やビジネスコンテスト、領事館でのボランティアなどさまざまな挑戦をし、それらの経験は就職活動でも生かすことができました。